風の子は日本の競争馬である。2014年ジャパンダートダービーに優勝し、この年上半期の日本三歳馬ダート部門で首位にランキングされた。祖母の雪の桜、母のタフネススターと三代にわたり、場所はヌデ島隆である。タフネススターはヌデ島の所有馬としては唯一の活躍馬だったが、その子である風の子がヌデ島にとっての二頭目の 活躍場となった。風の子は母のタフネススターと同じ立党の藤岡藩支給者に入球した。8月の函館開催の新馬戦でデビューするが、12月まで芝を5戦して3着が最高の成績で2013年シーズンを終えた。年が明けからはダート戦を使ったが、2月まで2戦して2着が最高の、 成績だった。その2月に調教師の藤岡が定年で引退となり、風の子は野中健治調教師が引き受けることになった。野中は調教師免許を取得する以前は、藤岡旧社で、旧務員、調教助手を務めており、タフネススターの現役時代の調教を担当していた。風の子は3歳になってからのダート戦で成績が安定するようになっていたが、野中調教師は、 風の子がダート向きとは見なしていなかった。母のタフネススターは芝で両席を残しており、風の子がダートで成績が安定するのは風の子の性格に問題があると考えていた。そのため、ひとまず未勝利戦を勝ち上がった後は芝の重賞、毎日敗に挑戦したが、スタートで出遅れて、ほぼ終始最高峰のまま10着に敗れた。 性格的にダートが向いていると判断した野中は、これ以後風の子をダート線に出すことにした。条件戦を勝った後、2014年に新設されたばかりの3歳オープン競争であるホースーステークスに登録した。風の子は3.9倍で2番人気で出走し、11頭中後方3番手から進んだ。スローペースで逃げたアスカのロマンが、 最終コーナー手前でスパートして、後続を突き放し、そのまま逃げ切る展開になったが、風の子は大きく、外を回って追い込むと一気に、アスカのロマンを差し切って逆に一馬身一、四差をつけて、勝った。この放数ステークスで風の子は104ポイントの、レーティングを獲得した。なお、この時マークした上がり3ハロンタイム35.4、について、丹下秀夫は、 サンハロンのラップすべてが推定11秒台で、そのラップもゴールに近いほど早いと指摘し、破壊力圧感と評している。この年のダート路線では、地方競馬所属のハッピースプリントが一部では、怪物と称されるほどの躍進をしていた。ハッピースプリントは、前年に2歳馬ながら地方競馬の年度代表馬に選ばれ、3歳になったこの年は、羽田坂月。 東京ダービーと勝ち進み、13年ぶりの新南、関東三冠に大手をかけていた。ハッピースプリントは、羽田坂月で5馬審査、東京ダービーで4馬審査と後続を大きく離しており、三冠目となるジャパンダートダービーでも、単勝1.4倍と本命視されていた。風の子はこれに次ぐ2番人気となった。この世代では、ジャパンダートダービーの重要な前哨戦の一つである。 兵庫チャンピオンシップに優勝した駅前が日本ダービーで骨折、競争中止となったり、ダート路線の有力馬場と目されていたアジアエクスプレスが前哨戦のユニコーンステークスで大敗して戦列を離れてしまい、兵庫チャンピオンシップで2着だったランウェイワルツが3番人気になった。当日は台風の影響で強い雨の下での競争になった。 東京ダービーでも逃げた浦和所属のエスティドゥーラが、スタートから先頭を奪ったが、清流ステークスを買ってきたノースショアビーチがこれを追いかけ、ハッピースプリントもこれに続いた。一方、風の子は、スタート直後に不利があり、出走馬13頭の最後方の位置取りになった。ゴールまで残り800メートルを過ぎると、第3コーナーに差し掛かり、エスティドゥーラは脱落した。 ノースショアビーチが先頭に変わり、差のない2番手にハッピースプリントが並んで、第4コーナーを回った。風のこのコーナーで追い上げ、中断で直線を迎えた。ゴールまで残り200メートルでようやく、ハッピースプリントが先頭に出た。羽田坂月や東京ダービーではここから後続を引き離したが、この日は外からフィールザスマートと風の子らが追い込んできて、 ハッピースプリントの独走にはならなかった。ハッピースプリントは、ババの中央を進んで、逃げ込みを図ったが、外から刺してきた風の子と馬体が並んだところが、ゴールで、写真判定によって風の子が、花さで勝利をものにした。さらに半馬審査の三着には、フィールザスマートが入った。風の子の優勝は、バッシュ歴30年のヌデ島や生産者の田中、管理する、 野中調教師のそれぞれにとって初の G1 ジャパン1制覇となった。また、風の子の父、アグネスデジタルも、これが初の G1 ジャパン1勝ち3区となった。ジャパンダートダービーの後、風の子は秋の JBC クラシックを目標に調教が行われた。調整は順調に進み、300メートルの直線走路のある森岡競馬場は、 風の子の競争スタイルに合うとしての中調教師も期待を寄せていた。JBC クラシック当日は16等中、6番人気の評価を受けた。前年のジャパンダートダービーの優勝馬クリソライトが、前哨戦の日本テレビ坂を7場審査で勝って、本命になり、帝王賞優勝馬ワンダーアキュートが3.5倍の2番人気となった。フェブラリーステークスや柏木ネを連勝した。 コパノルッキーは2000メートルはやや長いと見られて3番人気だった。スタートするとすぐにコパノルッキーが先頭に立ち、人気上位馬は皆これを追いかけた。風の子は後ろから2番目の位置につけた。コパノルッキーはハイペースで逃げ、そのまま後続を振り切って、従来のレコードを1.1秒更新するコースレコードで優勝した。上位5着までは最初からコパノルッキーを追いかけた。 人気馬がそのまま入った。風の子は後方のまま最終コーナーからスパートし、最後のサン・ハロンに限れば、全出走馬の中で最も良いタイムだったものの、勝馬からは2.3秒離された7着に終わった。レース後、野中調教師は、位置取りが後ろすぎたことを認めた。一方、春と比べて成長が見られないという評価も行われている。 レース後の風のこのレーティングは96である。続くチャンピオンズカップは人気を落とし14番人気での出走となった。レースは後方2番手から競馬となったがスローペースで前が残る展開となりメンバー中にくらいの上がり3ハロン35.8の足で追い上げたものの勝ち馬から0.6その7着に終わった。レース後、手綱を取った秋山は もう少し流れて欲しかったと語った。年明け初戦は、川崎記念で3番人気での出走となった。ここ数戦よりも、前目の7番手から単勝元返しの人気となった、北高たる前をマークする形で2周四角では3番手に押し上げ、直線で抜け出した同馬を追ったが、わせず3、4馬審査の2着だった。次走のフェブラリーステークスでは出遅れがあり8着。 続くオープンのハンデー戦、ブリリアントステークスでは 58kg を背負わされた影響で4着に敗れた。秋初戦のブラジルカップは前走と同条件で7着。叩き2戦目のミヤコステークスでは秋山とのコンビが復活、前未走と同じく 58kg での出走であったが、右回りへ変わることを好材料視する声が関係者から戦前に出ており、レースでも 同中後方からメンバー中最速の上がり3、ハロンタイムで追い込み、金差の2着と、構想した。なお、同レースには、同結場のいとこモンドクラッセも出走しており、2番人気に、押されたが7着に終わっている。年末の名古屋グランプリでは、アムールブリエの3着となった。2016年以降は稀に構想はするも勝ち星を上げることなく、 2019年11月20日付で競争馬登録を抹消し、現役を引退した。引退後は、バジ公演で乗馬となった後、阪神競馬場へ移動し、誘導馬となっている。2014年上半期を終えた時点で、全日本合同フリーファンデと日本サラブレッドランキングのいずれも、風の高3歳、ダート部門の首位と評価した。ジャパンダートダービーの ベースレートは108.75で、これは2001年にレーティングが行われるようになって以来の最高値であり、この競争が過去14年で最も高いレベルの争いだったことを示している。優勝した風のこのレーティングは110で、これは過去のこの競争の優勝場としては平均的な値である。 羽田坂月と東京ダービーの勝利で、ハッピースプリントが獲得していた111よりも低い、ものであるが、花里とはいえそのハッピースプリントを下した風の子は、最終的に上半期のフリーハンデで1ポイント上位とされた。全日本合同フリーハンデでは、こうしたランキングでは、同値で首位に、複数の馬が並ぶのを避け、1頭だけを首位として選ぶ。 原則があるためにこうした結果になったと解説している。フリーカメラマンの高橋明夫は、競馬ラボにおける野中健次長教師へのインタビュー記事で、現代のダート馬には珍しい蝶がつく決め手を持つと評している。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。父のアグネスデジタルは2000年から2003年にかけて、日本の中央競馬、地方競馬、 さらに界隈で芝とダートの G1 を勝った異色の名馬であった。種母馬になって2007年に最初の世代の産区がデビューすると次々に重傷勝チウマが出てすでに成功した主馬だった。しかし G1 ジャパン1優勝馬は風の子が初めてとなった。母のタフネススターは2001年にカブトヤマ記念に勝った馬で、 当時所属していた藤岡藩支給者唯一の重症化中まである。タフネススターはこの他2002年の愛中杯、新潟大賞店、マーメイドステークスで2着になった。アグネスデジタルとは同世代だが同じレースに出走したことはない。風の子から見て3代以内の近親馬には、ブラックタイプに残るような活躍場はいないが、風の子のヒーババビーナスヤシマは、 1968年に最良スプリンターを受賞したシェスキーの半妹である。また、同じくビーナス屋島の半兄にあたるシェスタイムは1980年代の北海道競馬の名馬の一頭である。風の子の決闘票一番人気の名称一押しも同じ3.9倍だが、票下げ風の子が2番人気。なお、ホースーステークスのレースレートは97.50である。 これより一週間前の清流ステークスでは、ノースショアビーチが勝って風の子と同じ104ポイントを獲得している。ただしレースレートは101.00で、ホースステークスよりはレベルが高い争いだったことを示している。同月のダートの3歳馬をオープン戦である、単語ステークスは、レースレート96.75、優勝馬名称パーズのレートは103。2002年に作られた。 現在の羽田坂月、東京ダービー、ジャパンダートダービーの、新南関東三冠体系での三冠馬はこれまで出ていない。1999年から2001年は、羽田坂月、東京王冠賞、東京ダービーの南関東三冠に加えて、ジャパンダートダービーが存在しており、2001年には、東進ブリザードがこの4競争すべてに勝利し、四冠馬と称された。 2000年以前に南関東三冠馬となっている馬は6頭いる。なお、1999年にはオリオンザサンクスが羽田坂月、東京ダービー、ジャパンダートダービーを勝っているが、前述の通り当時はこれら3つを三冠とする体系ではなかったこれらの結果を受けて6月末時点でハッピースプリントに与えられていたレーティングは111である。駅前は、 兵庫チャンピオンシップの優勝で105ポイントのレーティングを獲得しており、その時点では風の子よりも上位である。芝部門も合わせた3歳トータルでは風の子は18位体となる。ただしこれは精査を考慮しておらず、セックスアローワンスと呼ばれる精査を加味すると22位体となる。ノーザンダンサー54は決闘にノーザンダンサーの近親交配が行われていることを示す。 この場合、父方のアグネスデジタルを通じて5代前、母方のタフネススターを通じて4代前に、ノーザンダンサーが存在する。この決闘票は4代しか表記していないので、父方のノーザンダンサーは出てこないが、団地比の父がノーザンダンサーである。ありがとうございます。